はい、こんばんはお願いします。今日もランダムなんですけど、早々にこれ4人しかいないな。なんでだ、3対0で4人しかいないって、なんで。まあわかんないけど、覚えてもないですけど、なんか知らんけど4人っすね。海岸線のこれフッカビリヤードっすね。スレッジ使って攻めていきます。なんかずっとスレッジ英国使ってたんですけど、そう、最近ね、あの LMG ピンカとか、まあ、あと誰だ、それぐらいか、あの辺の LMG もさ2倍サイトにしたりしてたんですけど、フィンカで使えたか。最近ね 1.5 倍が使いやすくて、はい、あでもなんか早々に4対4にしてくれましたね。これね、あの縦に対してフラグ投げたかったんですけど、ちゃんと数理置いてましたね。スーリアゲート、ただこれね、工事がロテホじゃなくて車線だけにしてますね相手。ここはね、この隙を狙いたい。はい、一応カバーするためにね、多分あのソファーぐらいから車線作って、壺前とまあビリヤードソファーあたりからクロス組んでるって感じですね。これはスーリアと ADS を味方に壊してもらって、うん、いいね。ガジェットを壊してもらって、これ入ります。この一瞬の隙、僕はねこういうやっぱ攻めが好きですね。この一瞬作った隙でもう入り込んで、うわ入ってるやんみたいな。相手はもうカメラも壊れてるんで情報取れてないんで、おなんか入ってんだけどみたいな攻めね。これで設置入れます。うん、ナイス。これ弾数もう8発しかないのは見てましたけど、あそこはリロードする余裕がなかったんで、まあ、8発あればね、だいたいね6発はあれば戦えます。僕の経験上思いますけど、これスーリアもあったんで、もうそのままどうせ出てもね、味方と車線かぶるだけなんで、そのまま残って、いやいいね、やっぱこういう攻め好きですわ。絶対どんな守りでもちょっとした隙があると思うんで、今日は YouTube ですね。いいね。で、しかもスレッジって比較的こう自由なオペなんで、そういう、まあやりたい立ち回りね、させてもらえるから。やっぱああいう攻め好きですね。僕はあの、結構その割り食、ディヒ持ちとかもよくやりますけど、意外とね、得意なのはこういう自由オペですね。まあ、割り食も、そんな苦手意識はないですけど、でもやっぱ自由なオペの方が自分の中では得意な感覚ありますね。やっぱなんか一瞬の隙とか逃したくないからね。リフ持ちとか割り食してるとやっぱね、躊躇しちゃうじゃないですか。これ行ってリフ落としたらなーとか、死んじゃったらなーとかね。はい、続いてこれは山荘地下。久々にサンダーバード使うね。あ、てかこれあれだ、ショットガンじゃないメイン武器、珍しいね。まあ、これもねサイトが、あ、これ聞こえましたか皆さん、ゴーン6バコーン行ったんで、絶対これ突ですね。それは許しませんと。まあもうこんな簡単ですよね、来ることさえ分かってれば全然難しくない。突されるのが苦手ですって人多いですけど、もうね、突は開幕音聞いとく、これしとけば大体どうにかなります。特に最近とかだとさ、もうほんとゴーン6で突することが多いから、突するときは特にゴーン6やんない方がいいかもね。むしろ普通に銃でバリケ壊した方がバレないよね。これも食らっても回復できるんでね。サンダーバード強し。うん、横から横やり入れてと。そのままカバー。うん、ナイス。もうめっちゃ簡単。突なんて。来ることさえ分かってれば。だから、あの、最初、まあ、突じゃなくても、音聞く癖って絶対つけてた方がいいっすね。
銃声でオペレーターの種類分かったり、まあ例えば割り瞬間どっち側から来てるとか、まあアタッカーアッシュとかゾフィアとかどっから来てるとか、なんとなく把握しとけば敵の攻めがどういうことをしたいか予想できたりするから。でもやっぱね、さっきも言ったけど、トツの時はゴン6やめた方がいいっすね。今この動画自分で見ながら思いました。もうバレバレすぎる。パコーンって開幕なったら絶対馬力に打ってるじゃんってなるし、ね、はい、そんなわけで続いてアザミ使って酸素2回守っています。やっぱね、このランダムが僕は好きですね。ランダムの動画、何が来るか分かんないから、なんか飽きないというか楽しいですね。これなんか勇士置いてないけど忘れてんのかな。ここのいいよね、牙。上の馬力からの車線潰しながら下のロビー入り見れるから、ちゃんと置いたね、勇士ですね、さすがに図書守りですね。ただ図書来てない状態で爆弾バレて、向こうなんかバコバコ撃ち合ってるんで、これ多分反対側ですね。図書からってよりはサンルーム、まあ、N 側攻めですね。敵部隊が爆弾を発見した。基盤展開、これで時間を稼げる。マガジン交換。立ていますね。これすごくない、この壁抜き。いつも撃ってるから、だいたいどの辺に頭が来るかなんとなく想像できるっていう。これラペですね。でラペに一人入ってるの分かるんで、これカバーいない中開けてるんで、ここは潰していきます。やっぱりね、配置しっかり、音とかね、状況を見て、今のも足がラペってるの分かってたからこそいけるっていう判断になったんで。でこれラペをやめるとしたら、その記念の入りですね。なんとなくやっぱ予想できますね、この辺の動きは。マガジン交換。惜しい。でもだいぶ食らってるんちゃうかな。キバセット完了。これは味方とも挟み込みですね。もう敵と打ちです。ここに注意を引かして引いて、まあ結局僕がやりましたけど、多分足音聞いて階段警戒したかな。うん、いいね。なんかさ、この白い帽子かぶってるアッシュ嫌なに見えません？最初接敵した瞬間嫌なに見えました。リスキル、これは領事館のどこだろう、2階かな、多分2階攻めですね。ピック的にはもう今リピックできちゃうからさ、領事館とかほんと楽ですよね。上か下かっていうのをドローンで見て割り食いるかどうか判断できるし。まずは非常階見ますね。これあ、いますね、1人。まあピークしてくるタイプなのか、ずっと引くタイプなのかをこのドローンで確認してます。これ多分ミュート壊してですね。爆弾が見つかった。うん、結構ピークするタイプですね。リロード中ってなると、右いなければ左、決め打ち気味に。これめっちゃ惜しい。これも惜しい精度が足らんですね。エイムの精度が良ければこれ倒しきれてますけど。残り1分半、ワマイがいるんで、グレー通るかちょっと分かんない。あ、でも通るな。今の飛ばないっすね。絶対また覗いてくるよね、こういう覗くタイプは。常習犯、今打ち込んでたんで、まあ、ここにいるの確定なんで、はい、どうかなと、まあ、これはさすがに飛びますね。これで非常階潰せたんで、あとは進行していきたいんでね。ラペ
これも味方の人にドローン見てもらうか、もしくはここにエアジャブ欲しいっていうことで、ラペで待機ですね。来ましたね。うわ、これ頭違うっていうか、惜しいな、死なないんだね、今ので。だいぶローだと思うんですけど、これでラペインはさすがにできないんで、まあ、あとは、設置と設置カバーもそのシンプルな構図ですね。これナイスすぎる。この一人やれたの。でかすぎる。それで僕はあの、カバーに入れるんで設置が通せるっていう配置になりますね。一人いましたね、カメラ下。相手はもう出てくるしかないので。うん、そいつ倒して、ラスト一人は、さっきね、めちゃくちゃ削った文字なんで。うん、カバー入れてと、ナイスナイス設置でしたね。ミッション完了だ。やっぱさ、あ、そうだ、あ、フィンカー強くない？なんでフィンカー弱体化入れなかったんだろう。ゴーン6持ってて、フラグ2個持ってて、で、回復いつでも使えて、しかもあの、ブーストでさ、根下耐性とか体力も回復して、ADS 速くなって、メリット多すぎんのに、これでも弱体化入らないってすごいよね。それが一番びっくりでしたけど。はい、まあ続いて、これ、最後ですわ、今日。早いね、また。銀行、地下ですかね、これは。火花使って攻めていきます。火花のタイプは地球はね、なんかわかんないけど、英国使ってます。英国で、バーティカルグリップ使ってます。アングルじゃなくてね。割り色らしく。うん、カイドを EMP で壊してもらって、もう死ぬ前に早めにね、早々に開けておきたいんで。開けさえすれば、死んでも一応ね、まあ大丈夫ではないですけど。で、これ、ディフ持ちが今洞窟から進行してて、サーバーにいるっていうことで、まあ、そこの援護ですね。落とし戸開けて欲しいかっていうふうに聞いてましたね、この時。開けて欲しいっていうことなんで、開けて、サーバー潰すんですけど、サーバーからの戻りをこれ見た方が良くて、こうね、ただ人いたんで、このアッシュにお願いしますね。ちょっと、伝え方が悪かったか、勘違いしちゃってますけど、今このバンディが戻ったとこを、落とし戸からサーバーからの戻り見てれば多分やれてたと思うんで、そういう配置ですね。アッシュがサーバーからの戻り、逃げをロックして、で、こっちの3人でしっかりサーバーを潰していくっていう、もう、万全な体制で、これなんか、すごい要塞できてんな。すげえ要塞できてる。これも逃げられないですね。で、横壁開けて、これね、一応、サッチャー、そうっすね、難しいとこっすけど、EMP あと1個しかないんで、本当はミラー窓壊したかったんですよね。多分ビリってるんですよ、これ。あー、ビリってるね。で、これ今ね、壁割ったと同時にボルカンが起爆したんですよ。敵視点、あ、敵視点とか攻め側視点で見るとめっちゃ長くない？このボルカン。強いよね。20秒。すげえ厄介だった、このボルカン。あとは設置すればいいんですけど、これは C4 待ちですね。うん、音消して C4 投げさせて、そしたらまたボルカン起爆して、これもうね、そう、無理なんですよ、設置が。これもう潰していくしかない。っていうところで、マジでこれ紙設置。紙、補充設置。はい。やられちゃいましたけど、一人負傷させてるんで、ラスト一人ですね。ごよ、ナイスカバー。いや、この、ボルカン強すぎる。僕もやりますあれ。この前やったけど。で、あと、あの、サッチャーの紙設置ね。誰もが終わったと思った瞬間の、補充設置。いや、なんか、勝てると思いませんでした。はい、そんだけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお待ちします。バイバイ。